李錦麟は中華民国の外交官、政治家。祖籍は関東省大山形。家教の家庭に生まれ、シカゴ大学で法学士、ニューヨーク大学で法学修士をそれぞれ取得している。1911年に帰国し、関東省交渉所政部課課長に任ぜられた。中華民国成立後、国民党に加入したが、第二革命で、 革命派が敗北すると、一時国外へ亡命している。1917年、李錦麟は、孫文の広報運動に参加し、孫の秘書を務めた。翌年4月、公衆軍政府外交部政務士市長に任ぜられ、1920年、越海館監督兼関東交渉員となっている。1922年、私立上海国大学副校長兼、政治学教授に転じた。 国民政府成立後の1927年11月、李西麒麟は外交部参事に任せられる。翌1928年には常設仲裁裁判所代表となり、10月、中メキシコ公使となった。1929年10月、外交部政務次長に昇進し、1931年10月に各派合流、国民政府改装の間に外交部長を暫時代理している。 まもなく政務次長、部長代理を辞し、翌年、在米華教への戦意やアメリカ政府との折衝のため、渡米した。1933年5月、中ポーランド県中チェコ公使に任ぜられる。翌1934年6月、中ポルトガル公使に転じ、1943年9月まで、これを務めた。その後は、外交部顧問となり、アメリカで、 国民政府の宣伝活動に従事している。1956年2月21日、ニューヨークにて病没。去年71。ありがとうございます。